はい、今日は馬を描いてみます。馬を描く時のポイントは短毛種なんでね、毛がテカテカして見えるんですよね。その勢いを出してあげたいですよね。馬描く時はこんな感じで節々をちょっと描いたけて、背中のところはちょっとツヤを表したいから避けましょうか。でこっちはちょっと濃く描いてあげたりして、バランスですね、何でもね。よいしょ。で、お腹のライン、ちょっとお腹出っ張ってますよ。で、下から跳ね上げるように、鍵を入れてあげて、縦紙を書いて、尾っぽをひねるようにバサバサバサとかっこよく書いてあげたら、はい、どうですか、馬ちゃんの完成です。ちょっと、綺麗に整えとくか。はい、こんな感じです。馬ちゃんです。